こんにちは、西岡です。今日は同期のプロテニス選手が家に遊びに来ているので、他の選手がどういう生活をしているのかっていうのをちょっと質問形式で聞いていきたいなと思います。じゃあちょっと自己紹介お願いします。ブリヂストンスポーツの中村蓮と申します。普段は関西で、よく出杯とかもやっているビーンズドームで拠点にして練習してます。よろしくお願いします。はい、ということで、年齢は一緒で学年が一つ上。そうだね、早生まれやから。そうなんですけど、まあよくジュニアの頃から、一緒の大会に出てたので、まあ、数少ないって言ったらあれですけど、95年の代でプロになってる数少ない同期のメンバーなんですけど、まあ、今主に、フューチャーズを中心に回ってるので、はい、実際フューチャーズってどういう待遇だったりとか、どういうとこでやっててとか、そういうのちょっと聞いていきたいなと思います。じゃあまず1年間にどれくらいの頻度で試合に回ってますか？僕らフューチャーズがメインになるんですけど、フューチャーズっていうとやっぱり、まあ、大会数は比較的確保しやすいとは思うの で、 そうですね、年間20大会をめどにある程度1年間のスケジュールを組もうっていう感じですね。20大会か。大体主にどんなとこ行ってる？そうやね、まあ多いって言ったらやっぱり東南アジア、アジア圏が多いし、まあ、最初俺がプロだった時はアメリカやったから。ああね、アメリカやったな、そうやね。だからそれこそ吉人が昔まだフューチャーズいたところとかは一緒にメキシコが、うわー行ったな、メキシコ、メキシコ一緒やったな、うん、でもあれが俺の最初の周りが走り始めたぐらいのフューチャーズだったから。いや懐かしい、あれ多分4年前とか、うん、4年前とかかな、うん、お互い18歳ぐらい、うん、メキシコのフューチャーズやな、うん、やっぱ東南アジア、インドとか、うん、うんうんうん、まあ、インドは比較的やっぱりポイント取りやすいっていうか。そっか、大会も多いもんな、インドとか。結構インドは結構毎週あるから、うん、結構行きやすいっちゃ行きやすい。どういう感じでなんか試合とか選んだりしてるの？もう俺の場合はまだそんなに、まあ、フューチャーズしか出れへんから、うん、そんなになんか考えることもないけど、うん、まあ、ある程度試合数をこなせて、いやな、あとやっぱりまだランキング上げることがメインやから、うん、あんまりチャレンジっていうよりは、まあ、まずポイント取りに行ってみたいな。そう、比較的ポイント取りに行って、まずランキング上げよう、上げようかなっていうのが一番最初に来る、うん、でもしそれがうまくいったらその中で何ヶ月に1回かはちょっとレベルの高いフューチャーズとか、うん、そうね、うん、とかを組めるようにしたいなと思って、うん、東南アジアとアメリカとかって結構レベル差ある大会やった。そうだよな、やっぱりアメリカの方が選手層自体は熱いよね。うん、やんな、そうやな。東南アジアとかやっぱ、まあインドもそうやけど、うん、あの当たり外れある。ああね、強いとこもあったり、しっかりしてる大会もあれば、まあ、まあ大会数も多いっていうのもあるし、うん、あれ結構環境が過酷で、そうね、まあ、暑かったり、確かに、まあ、移動が遠いところは結構遠い、うん、買ったりとか、あとまあ食事、衛生面とかも、うん、そうやな、あんまり整ってないところがあるっちゃあるから。中には東南アジアってさ、うん、衛生面いっちゃうきつない？そうやな、まあインドとかやったらもう文化違うから、トイレにトイレットペーパーないとか。いやんな、ないよな、うん、そうそうそう、まあ、東南アジア結構あるよ、あのなんか水トイレじゃないけど、うん、なんかあのホースとかで、そうそう、洗ったりする。まあ貴重な話になるけど、お尻ホースで洗わなあかん。そうそうそう、いやでも本当にトイレットペーパー置いてないとこあるから、うん、確かに一回ビビったこと本当あったもん。なんだこれ、シャワーもさ、水とか、なんかそう、水やお湯出えへんかったりとか、水圧弱くてなんかもう全然洗えない、浴びてんのかどうかわからんみたいな。あるあるある、うん、めっちゃある。だから全然シャワーリラックスできひんなみたいな。うーん、確かにな、うん、今まで行った中で、うん、なんかどこが一番ヤバかった？ヤバかった、もうここちょっと行きたくないかもみたいな。俺ね、2つある。2つある？うん、じゃあ2つ出そう。1個は、うん、1個はインドだね。ああ、インドね、うん、もうそれはなんでかっていうと、あのどんだけ気をつけてて、うん、ホテルの食事食べてても、うん、やっぱり病気は防げへん、これは。ああね、それは、ね、俺インドで帯状疱疹っていう病気があって、あ、マジで結構精神さまよったから、しかも結構心臓近くにできちゃって、まあまあ発熱もあって、しかも最初帯状疱疹知らんかったから汗もやと思ってて、ね、ああね、でも毎日体調悪いねんか、吐き気もあるし。いや、マジか、それはきつかったね。あとでもう一個は、うん、中国の、うん、ね、
昆明ってとこやねんけど、うん、まあ安仁の近くやねんけど、あの空港からとりあえずめちゃめちゃ遠いんよ。最寄りの空港から100キロ近く移動せなあかんかったはずね。マジで、うん、でタクシー乗ってもまあまあ時間かかるから、うん、でまあ中国って基本あんまり英語通じひんよ、田舎の方行くと。確かにな。もうそれがきつくて、でバスも結構使うねん、安いから使うねんけど、うん、もうなんかガッタ道ガッタガタやし、あれはもうこの2つはもう一生行きたくないね。やっぱさ、なんか空港からさ近いとこってすごい安心せん、うん、安心する。うん、なんか行く時にさもう1時間2時間車とかすごい不安な、うん、俺はなるんやけど、もうなんか一人の時は余計そわそわする。そっか、一人で遠征待っとるやもんな。そうそうそう、今だから今インドはさすがにちょっと話聞いてる感じ怖かったから、うん、トレーナーさんと行ったけど、うん、でも基本東南アジアとかその中国の時も一人やったから。マジか。空港降りてからまずタクシー拾うのもきついし、まあ、英語圏やったらさ、まあ、話通じる、まあ、俺らも吉井君もアメリカ住んでたから、うん、そうだね、まあ、会話にはなるやんか、うん、だけどまあ東南アジアって喋れそうで喋れへんっていうパターンがよくあるのよ。あれね、確かに。それが結構きついね。逆にじゃあここ東南アジアでもめっちゃ良かった場所とか、タイやったら、うん、バンコクであるから、うん、であるとやっぱり市内が空港から近いし、うん、市内やから、まあ、日本食も食べれるし、うん、まあ、比較的なんていうの、整備されてる、うん、ね、綺麗なところだから安心感あるね。タイとかや結構日本人よく行くもんな、うん、タイベトナムはやっぱ今すごい多いな、うんうん、ベトナムの大会も去年行ったけど、まあ、ちょっと離れてるけど全然、問題ない。逆に吉井とかあれな、残って記憶に残ってるとこないの、思い出深い大会みたいな。俺の思い出深い大会、うん、いやでも俺がフューチャーズで回ってた頃のなんやろな、なんか やばいとこ結構行ってたけど実際、うん、けどまあ俺は東南アジアじゃなくてどっちかっていうと南米とかの方やったから、まだ違った環境下やったけど、本当にジュニア最後でフューチャーズに出た大会が12月の31日に終わった試合で、ほんまにもう年の最後に試合やってたんやけど、うん、そこチリのクレーコートやってんけど、ラインが白線をな、粉で描くね。粉で描くからさ、動いたら消えるよ。だから2ゲームするあのチェンジコートまでちょいちょいライン消えてるの。それすごいね。マジびっくりして、で練習コートなんてさ、コートかかんへんから、うん、でなんかコートの端と端に釘みたいの打ってあって、こことここが端っていうの分かるようにしてあるんだ。それなかなかすごいね。そうだからそこでもう目印線、足で線引いて練習大体この辺みたいな感じで、大体この辺、大体ラインこの辺でもそんな感じで練習してたから、俺結構あれ衝撃的やったな、マジで。それすごい、うん、なんかたまにあるらしいんやけど、俺今までそんな経験なかったから、ライン内試合とかあるんやと思って。でもね、俺ジンバブエもなかなか衝撃やったよ。ジンバブエとか行ったんや。アフリカ1回だけ行ってんけど、うん、まあ2週だけ、3週あってんけど、うん、まあ、2週だけ行ったけど、まあまあ衝撃やったね。マジでか、うん、だってホテルで、まず俺がチェックインした次の日ぐらいに、うん、いきなりホテルでなんか戦闘みたいになって、警察ブワーってなんかあのよくあるやん、日本であの盾みたいな持って、警察なんか立てこもった時とかにさ、こう警察なんか盾持ってるやん、ドラマとかでもよくあるやん、うん、いや、あれリアルあれ来て、マジで、で俺何か分からんから最初、うん、なんでこんな警察おるみたいな、うん、でもホテルの人が普通になんかフロントの人とやってるから、や仕事してるから大丈夫だなと思って、めっちゃ怖いんだけど、俺ルームキー渡したよ、うん、ホテルの人に、うん、でルームキー渡した瞬間になんか一人の男暴れ出して、うん、警察がブワーって押さえにかかって、俺警察にバーって肩当てられて飛ばされて、マジでまあまあ焦った。それはあれ一番の衝撃やった、あれジンバブエ生活だった。やばアフリカとかさ俺怖くて行けへんもん。そう、なんか夜だからジンバブエとかは夜6時に外出たら悪魔になれたもん。マジで、まあ、まあ出てもいいねんけど、でも一応保証はできひんよみたいな。大変やね一番。だから行ってしまえば、うん、まあ何かしら、まあ、確かにな、誰か、まあ、大会開催されとるから、そう一応な、そうそう、ヘルプ入ってくれるから、何かしら、か会場とホテルさえたどり着ければ、そうやな、まあまあまあなんとかなるけど、確かに、その空港からのあれはセルフやんか、うん、それがまあまあ大変やな、ね、フューチャーズだもん、特に東南アジアとか、うん、アフリカ、
そうやもんな。そうツアーとかになってしまえばもうホスピタリティがすごいしっかりしてるから、なんか車も待っとってくれるし、何時に来てって言えば来てくれるけど、うん、フューチャーズはあれやろ、全部確かタクシーとかやる。そうタクシーか、まあ、もうローカルバスとか、そうそうそう、あもしくは、まあ、大会によってはあるそのシャトル、あ、あれ予約できるけど、まあでも、まあ、値段お金で安全を買うか、まあ、確かに、うん、確かにちょっと冒険して安く行くかの選択肢は俺らにはある。確かにな、そうやんな、うん、その辺がな、やっぱフューチャーズはすごい厳しいよな。ホスピタリティとか大会どんな感じなの？もうなんか食事とか用意されてたりとかする？あのね、最近はちょいちょいそういう大会見えてきたね。うん、あ、そうなの。東南アジアは特にないけど、うん、あのヨーロッパ系、うん、ね、うん、とかは比較的優しくなって、うん、ていうかもうリゾート地でやることが増えてきて、あー、まあ、コート確保しなあかんからって言ったら多分あれもあるんやろうけど、そうかそうか、確かに。であっち側行っちゃうともう朝昼晩ついてて、うん、まあ、会場もホテル内にあってホテルから出へん生活だから、うん、確かにのとこは結構増えてるかな、まあ、東南アジアは比較的まだちょっとコートとホテル離れてるから、うん、なるほど、自分でって感じだけど、うん、やっぱ俺らのレトルツアーとかチャレンジャーになってしまえばさ、うん、賞金額結構大きいからさ、大きい大きい、なんかまあ変な言い方したらいいけど、1回戦で負けてもやっぱある程度お金が入ってきたりとか、うん、ツアーとかになってしまえば、けどフューチャーズってさ、もう多分今俺が出とったやつとも多分値段はそんな変わってないと思うんだけど、うん、結構どんな感じなん、やっぱ少ない、いや回ってると仮定して自分が出てく資質がある、うん、いや全然賞金だけで見ると多分ほぼマイナスちゃうかな、うん、多分、うん、実際数えたことあるなわけじゃないから、うん、まあ、もちろん分からんけど、うん、まあ、その時の為替もあるし、うん、実際多分優勝しても、うんうん、多分一人でトントンやと思うで、フューチャーズって確かに、あれ優勝フューチャーズで優勝で15万で6万ぐらい、そうやな、まあ、ちょっと賞金増えて1号2号だったから、うんうんうん、ちょっとマシやけど、そそれじゃ多分20万ぐらいか、まあ、20万ないとして考えたら、うん、だいたい飛行機飛んで、そうやな、飛行機代かかって、でホテル代かかって、で食費もかかるし、食費かかるし、ガット代かかるし、まあ、かかるから、でまあ医療費な、そうそうそう、もう少しかかるしな、でまあ1週間生活するのと、うん、優勝するので、多分正直賞金だけで見たらトン優勝してトントンぐらいだと思う、うん、まあちょっとプラスになるか、まあ、小遣い程度のお金残るかなぐらいだと思うけどね、うん、ほんまイーブンかマイナスかって感じやな、うん、ギリちゃうかな、だから1回戦で負けようもなら、うん、たまったもんじゃないよね、確かにそうやな、うん、なるほどね、だから自分だけでその生計立てていくっていうのは相当難しいレベルである、確かに、まあ、確かに、だからなんか結構みんなもう近場で回りたいって人多いやな、多い多い、だからやっぱり飛行機代も遠く行っちゃうとかかるし、うん、まあ、近場でな、そう日本やっとやっぱり飛行機で安く行こうと思って、やっぱ東南アジア確かに金が増えるから多分、うん、そういう試合が、他の結構日本人の選手とか東南アジア行っとるもんな、うん、多いね、やっぱ比較的、まあ、行きやすいっていうのもあるしね、もちろんしても、確かに、はい、ということで今回は同期のテニス選手に、まあ、今回ってる大会についてのこと結構語ってもらったんですけど、やっぱ僕も知らないことたくさんあったし、なんかやっぱ実際東南アジアの大会とか結構やばいとこあるなっていうのは自分の経験も見てなんか同感できるとこもあったんで、すごい面白かったんで、まあ、また機会があればぜひ、うん、よろしくお願いします、来てもらって、次どこの大会出るとか決まってるんですか？次はいやまだ未定なんですけど、考えてるのはやっぱ東南アジアが多いかなって感じですね。な、急に敬語になったってな、決まってるんですかって聞かれても決まなるよな、ね、なるよ、そうな、こうやってな、固く感じになるとな、うん、数少ない同期のテニス選手なんで、ぜひ応援してください、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました。